キプロス最終日です。なんと晴れたー、イエーイ。まあ、ちょっと雨ってたっぽいけどね、この感じは。こっからネメソスからパフォースエアポートまでのバスを調べてたんですけど、なんと月曜日は朝の4時、夕方の4時、夕方の6時、夜の8時、夜の11時半、自分のフライトは6時。無理じゃねって思って、昼の便がないんだよ。朝の4時で次が夕方の4時っていう。月曜日はね、火曜日だったら昼に1時とかあるんだけど、バスがないと。うわー、本数少ないとは聞いてたけど、1日6本ぐらいあるから大丈夫じゃねって思ってて、無理じゃーんっていう状況です今。で、いろいろ調べたところ、トラベルエクスプレスっていう会社の乗り合いタクシーみたいなのを英語で見つけたので、ちょっとここ電話して、多分2、3人合わせてバーって行くみたいなやつで行ってみたいと思います。もしこれで行ければ多分12とか13ユーロで、ダメだったらまたタクシー45とか、もうもしかしたらぼったくりで60とかやるかもしれない。つらなんで、とりあえずこのトラベルエージェンシーに電話してみます。Hello, I would like to go Paphos Airport 3 PM. For one person? Yeah, for one person. 一応電話終わりました。いやー、なんか心配だったな。ホテル名を一応言ったんですよ。で、ここはホテルじゃないので、近くにあるちょっと有名そうなホテル名言ったんだけど、知らんつわれて知れって思ったけど、まあしょうがないなと思って。で、ドライバーが2時に迎えに来るから、その時になんか電話でやり取りしてって言われて、すげえ心配じゃない？まあ一応自分の携帯番号伝えて、どうなることやら。旅行ですね、これが。まあ一応2時にしてあるので、本当は3時ぐらいでよかったんだけど、2時しか無理って言われて、2時にしてあるので、最悪これがポシャったとしても、そこからタクシー拾ってバックアッププランとして、まあ、もしくはそのホテルでなんか行き方ないって聞いて呼んでもらうかなっていうような感じです。はい、じゃあ2時まで、今から12時1に3時間あるので、カフェに行って、まあ、ご飯食べたりして、その後、そのホテルのロビー行って待とうかなと思います。ちなみに、海外でいきなりこういった感じで電話番号とか必要になる場合があるので、もし、まあ、現地の SIM 買ってれば現地の SIM カードでかければいいし、ただデータ通信のみの SIM カードと音声通話プラスデータ通信の SIM カードあるので、選ぶときはまあ意外と音声通話の方にしといた方がいいです。もしくはスカイプにスカイプ電話っていうのがついてるので、お金、クレジットカードでお金を入れる必要はあるけれども、結構安くかけられるので、スカイプ電話とか IP 電話とか050、僕入れてるのはスマートオークっていう日本の会社の IP 電話を入れてます。あとスカイプね、スカイプ電話で、今はスカイプ電話で電話しましたという感じです。じゃあちょっとチェックアウトして、まあ結構ゆるい感じで何時まで行ってもいいよって言われたけど、なんかそれもあれなので、チェックアウトしてカフェに行って、で、その後、そのホテルのロビーに行って、どうなることかっていうような感じで撮っていきたいと思います。レッツゴー。忘れ物ないよね。よし。チェックアウト終わりました。鍵はね、オートロック式なので、オートロックっていうか閉めたら閉まる式なので、そのまま部屋の中に鍵を置いてきました。で、今からカフェ。なんか荷物が軽くなった気がするな、気のせいか。外から見るとこんな感じのお家にいました。自分はね、123一番上の部屋だったかな、多分反対側だけど、目の前の建物がショッピングモール、ちっちゃいけどと書いてあって、これはレストランかな、探します。カフェに入ってキプロスコーヒー注文しました。エスプレッソみたいなシングルです。で、お水で、今から、ご飯を頼もうと思います。何しよっかな。パンケーキ、ベジー&ヘルシー、ブレックファーストピザ、ワッフル、あ、ワッフルいいね。あとベーグル、ベーグルもいいよね。到着しました、バーガーです。こんな感じ、すげえ美味しそう。食べるか、ベーグルバーガーなんだね。ベーグルだからこれ取るか、一旦上を。いただきます。うんま、飯食ってきました。このおしゃれなカフェで朝昼飯を食べてきました。で、もうすぐ2時になるのでピックアップとして指定したホテルに向かいます。多分ここから徒歩2分ぐらいの場所にあります。こっ
チかな。待ち合わせに指定したホテル一泊1万ちょいなんだけど、めっちゃ豪華。やばいね、すごいおしゃれ。 I'm going to the airport. After security for the travel express, it's 13 euro one way. I think same company, no? 今なんとタクシードライバーから電話が来たんですが、全然現地語わからず変わってもらったんですね、受付の人に。受付の人とタクシーの運転手が電話してて、それでも場所がわかんないみたいな状況になって、で受付の人が、ホテルの受付の人ね、ホテルの受付の人が、あ、じゃあもうそのドライバーいいから私が手配してあげるって言ってくれて、で同じく13ユーロでここからエアポートまで行けるやつを手配してもらいました。ただし来るのが3時半、今2時です。1時間半、長え長え。まあでも当初フライトが、6時なので、6時半か、6時半なので3時半に出て4時半に着いて、まあ、5時に着いたとしてもまだ1時間半あるから、ちょうどいい、もしくはなんとかなるんじゃないかなと思ってますまあ余裕持っといてよかったよね、まあ、最悪これ来なかったらタクシー直で乗ろうかなと思ったので、まあ3時半でも安いからいいかなと思ってます。もしそれも来なかったらタクシーで行くけど、はい、っていう感じで1時間半待ちます。コンセントなくて困ってたら、というか刺さらなくて困ってたら、このタップを貸してくれました。いたせりつくせり、ありがたい。乗り合いタクシー来てくれました、ありがてー。いやーマジでよかった。ワンチャンね来ないかもしれないかなって思ってたんだよね。多分13とかで行けるはずです。Thank you very much. はい、空港到着しました。なんとめちゃくちゃ海のそばだった。空港が昨日はね暗すぎて分かんなかったんだけど、めちゃくちゃ海のそばでした、で今時間が4時37分です。だいたい1時間ぐらいかかったかな。1人、一緒に来る方をピックアップして空港まで到着しました。で自分のフライトが6時半なんですけど、フライトが遅れると、アプリの方に通知が来たので、ちらっと海見ようかなと思います。まあ本当はチェックインした方がいいよね先に。まあでもオンラインチェックインはしてるし多分大丈夫でしょう。と海をチラ見してみたいと思います。最後に雨降ってこないよね。道中すごかったけど雨が。一旦チラ見してみます。めちゃくちゃ綺麗。雨が、道中はね雨がめっちゃ降ってて、路面見えないぐらい降ってて、その後虹が軽く見えて、で海沿いをバーっと北上してきて、パフォーツ空港に到着しました。でこれが、サンセット、もうすぐサンセット。まあ雲に隠れちゃってるけどね。うわーいいねー、いいねー。写真だけ撮っておこう。よいしょ。空気感がねそんなに寒くもなく透き通ってる感じで、空がめちゃくちゃ広くて、高いっていうより空が広いね。広角だからなお広くっつってると思うけど、で太陽の光がめちゃくちゃ強い。今は雲に隠れてるけど、道中太陽がバーってた時こんな眩しい太陽あるってぐらい眩しかった。こんな感じ、いいね。よし戻るかという感じで、無事にパフォース空港まで到着しました。こんな感じでね旅中いろんなことがあって、タクシーが来ないとか、まあいろんな事件ちょっとしたあれがあるかもしれませんが、そういう困難とかもねなんか助けてくれる人がいたり、何かしらソリューションがあってうまくいくと思うので、あまり深く考え込んだりせずになんか旅をそれも含めて楽しめればなと思います。こんな感じで、無事にパフォース空港に到着しました。もし何かあれば、いいねとコメントいただけると幸いです。ではまた、ごめんしゅ、バイバイ。